トンお <laughs> 結婚結リアルだね、おったら多分。でも多分こんなもんだよね。うん。いや、俺多分こんなもんだと思う。10人中1人以外が好きとかふ、まあ普通ぐらいも、ああ、でも思ったより嫌われてないかな。でもリアル、が意外とリアルだね、これね。<laughs> だって、なんだかんだアンチは認めたくないかもしんないけど、俺にお金をね、振り込んでくれる人だっていて、嫌いな奴つに振り込むわけないし、チャンネルだって入ってくれる人いるじゃないですか。うん。 で、チャンネルとかお金とかは別に渡さな、そういうなんか俺の利益にはなん、金銭的な利益にはなんないけど、でも普通にいつも見てるよ、別に嫌いじゃないよぐらいの人だって10%ぐらいいたとおかしくないし、こんなもんだろうね。で、実際俺のこと好きでもわざわざそんな、わざわざっていうかお金とかまで支援しないよ、でも好きだよみたいな人もいるだろうし、いろんなことを考えたらこれ意外とリアルかもしれない、この数値は。うん。 意外とリアルかもね。ねうん。うん。<laughs> <laughs> 何都合いいわって。そういいわってなんだよ。嫌いが75かもいるんですよ。それなのに、何アンケートの結果が良かったから、全部リアルだ とと言い切るとかどんだけだよ。俺別にそんな自分のこと過大評価してないよ。嫌いが75%いるのにリアルだっつってんだよ。どんだけ、どんだけ俺嫌われてると思ってんすかこれでもまだ持ってるって思われてんすか俺その好きだとか普通だとかっていうあれを。その割合をまだ持ってるとか、フラグで入れたとかやつとかがいてとか、フラグっていうかなんかまか不思議なね、数値にしたいからみたいな。 予想より良かった。いや、でも、こ、こんなもんかなとは思ったよ。リア,リアルはね、うん。フラグとか考えたら、なんか、なんて言うんだろう、うん。もうちょっとなんかまか不思議な数値になった気がする。まあ、嫌いと好きの、 パーセンテージは、まあ、こんなもんでも、ま、別に不思議じゃないと思うけど、普通っていうさ、<laughs> 普通ってのが10%あったとこがちょっとリアルかなって思った。好きが15%ぐらいでしょで、普通が10%ぐらいで、残り嫌いが75%ぐらい。なんか、ど、好きか嫌いかのどっちかに入れたい気がするんですよね。なんかフラグ的なことを考えたら。まあ、普通っていうのを、あえて、こう、入れまくって、 でなかなかこうフラグ的な人は考えないと思うんですよ。でもその普通が10%あったことに対して、好きが15%に対してね、あ、意外とこれリアルなのかなって感じはした。うん。 いやー、どうしよっか。でもね、みんなあれですよ。うん。ま、あ、嫌いなやつでもね、なんだかんだ、俺の放送気になって見て得る人だってたくさんいると思うし、うん。僕のこと嫌いでもね、僕のことが嫌いでも、 僕の放送は好きだって人もいるかもしれないし。うん。会員数は見れないっす、怖くて。うん。でも、そういう人いるよね。うん。なんかさ、まあ、俺は別にキチガイ配信とかしないですけど、例えばキチガイ配信とか見て面白がってるやつとかいるじゃないですか。 で、そんなキチ違い配信とか見て面白がってるやつって、そんな気違い、その放送してるキチ違いとは関わりたくない、なんかキチ違いだからみたいな。その配信者自体は嫌いだけど、そういうキチ違い配信の内容が好きだみたいな。面白がって見てるみたいな。そういう人はいると思うからな、世の中。絶対いるよね、そういうやつ。自分が安全なところから、 キチガイ配信を見るのが好き。ただそのキチガイとは関わりたくないリアルには関わりたくない、うん、でも安全なとこからそういうキチガイの配信を見るのは好きだみたいなその配信者のことは嫌いだけどそ,のそいつの放送は好きだみたいなそういう感覚も絶対あると思うんですよ、うん、そう思いながらキチガイ配信を見てる人も絶対いると思うし、うん 別に俺は気違いじゃないけど、俺は気違いじゃないけど、俺のことを気違いだと思って、俺のことは嫌いだけど、俺とはリアルでは関わりたくないけど、でも俺の放送自体は見てるっていう人も絶対いると思う。俺の放送が好きだからみたいな。でも俺のことは嫌いですみたいな。絶対いると思うわ、ん。俺は前田敦子ですか本当にマジで。うん。うん <laughs> うんあそうだそういえば今年から今年からっていうか今月から50ギガに変えたんだった忘れてたうん <laughs> ちょっと明,日明日ってかもう日変わったから今日だけどねなんか初詣配信とかしようかなってなんとなく思ってたんですけどねうんでも神社とか映してもいいのかなまあでも大丈夫か別にスマホからやった方がいいかなパソコン持ったら変な人だと思われそうだし 嗯，嗯。<clears throat> mm. 新聞配達でし白う。新聞配達でも新聞配達って意外と面白そうだよね。うん、いや、辛いとは思うけど。なんかさ、早く起きてさ、体を動かすって多分結構いいことだと思うから、体にいいことをしてお金もらえるって素敵やんって思ったことある。 いや、辛いけどね辛いけど冬場とかはきつそうだけどだか寒くない時とかさなんか朝方がああんか気持ちいいなみたいな,なんかちょっとちょっと肌寒いぐらいの気持ちよさみたいなそういう季節 に、早起きして、なんか別に特別寒くもなく、ああ、健康だな、みたいな。牛乳でもなんか飲みながら、なんか、あれですよ。こう、人ん家に、こう、新聞入れて、で、なんか牛乳の瓶とかがこう、取ってるうちもあって、牛乳がこう来てる瓶とか見て、ああ、朝だな、みたいな。で、自分が新聞配達とか行く前とか行った後に、牛乳でも飲みながら、飲んだ後、 の飲んだりとかしてなんか結構素敵やんって思ったことある今の免許って原付き乗れたっけ乗れるよ <laughs>、うん、俺でも原付き乗ったことないけどね、うん